はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。で今日は早速こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、えー、これ皆さん分かりますでしょうか ?F1 のレッドブルのマシーンなんですけれども、ここにですね、なんとバイビットの,あの名前がここにボーンとフロントノーズについているんですが、これがなんとですね、スポーツ界と え、活動通貨会の最大のスポンサーシップ契約になったらしいんですね。年間約50億円ぐらいの規模の契約が結ばれたそうなんですけれども、まあこれに伴って、バービットと一緒にこのレッドブルレーシングで盛り上げていくために、まあいろんなイベントだったりとか企画がどん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 今準備されているそうです。で、さっきチャー、あの、サイト見てもこういったところの,あの関連ニュースとかっていうのがどん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 出てきていて、 今後ですね、おそらくなんかギブアウェイのキャンペーンとかっていうのもあると思うので、まあ、ぜひですね、あの、仮想通貨と、プラス F1、興味あるよって好きだよっていう人は、まあ、ぜひ概要欄の方のリンクからあの見ていただけると、まあ、いろんなその注目ニュースとかっていうのは今後出てくると思うので、チェックしていただければと思っております。はい。で、次のニュース見ていきたいと思うんですが、え皆さんこれ FSB っていうふうに聞いたことありますでしょうかこれはですね、G20 とかで、 問題定義だったりとか、まあ、そのレコメンデーションをするし、まあ、シンクタンクのような機関だと思うんですけれどもファイナンシャル・スタビリティ・ボードということで、えー、金融システムのです、ね、安定化に、まあ、あのアドバイスをするような機関なんですが、まあ、クリプトがですねこういったそのスタビライゼーション金融の安定化っていうところに対して、まあ、ちょっと害があるみたいなことのコメントをしていましたでこれはまあ常に言われているようなことでもあるのであの新しい内容ではないんですけれどもこれはまあなぜかっていうとあのクリプト を、まあ、投資していく上で、まあ、あの、レバレッジはどん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 そこに投資していく人たちが。まかけて。あの、お金がどんどん流入しているんじゃないか。例えば。クリプトに買えるための資金をですね。あの、借りる時に、まあ、もしくは得るために。どこかでレバレッジをかけて。クリプトに持ってきてるんじゃないかっていうことが、まあ、言われてるんですね。で、これが。あの、クリプトマーケット、が例えば、クラッシュした場合に。まあ、今の金融システムに。 少なからず影響を与えるんじゃないかということを言っているんですが、まあ、あのレバレッジかけたらそれはそうなわけで。 それは仮想通貨だろうが不動産だろうが、まあ、他の何でもレあのそうなんですけどレバレー中かけた商品は、まあ、金融システムに対して、まあ、何かしらそういう大きなダメージをマーケットがクラッシュした際には与える可能性があるので、まあ、間違ってはないんですけどもなんかそのクリプトだけに集中しているっていうのもちょっと何かなっていうのは正直思った印象ではあるんですが、まあ、やはりですねこの辺りの まあ意見の中で必ず出てくるのがステーブルコインの取り扱いなんですね。なのでまあ今後、あのステーブルコインの取り扱いについて世界各国でさらにいろんなところで意見されたりですとか G20 の場で議論されているようなことも今後出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、結構そのそういった観点ではあの面白いというか、まあ、将来的にまあ各国首脳がこういったところに対してどういうふうな発言をしていくのかっていうのがまあ出てくるかわかりませんが まあ、あの、G20 ごとにこういったところが、まあ、あの、財務省とかの人々が集まって話す、話すと思うので、えー、ま、いろんなところの観点から、ま、意見が出てくるというのは、ま、このあたりは面白いかなと思いました。はい、次なんですけれども、えー、皆さん、その、ビットコインに対して非常なフレンドリーな国って、世界中にいくつかあると思うんですけれども、え、その中でもですね、ポルトガルが非常にヨーロッパの中では、え、ビットコインに対して、ま、優遇しているというか、関与業なのってご存知でしたでしょうか えっと、ビットコインファミリーというですね、2016年に家族の財産をすべて売っ払ってビットコインを買った家族がいるんですね。で彼らもおそらくすでに億万長者みたいな生活をしているんですけれども、まあ、彼らが今、ね、ポルトガルで生活をしているというところもあって、まあ、クローズアップされてはいるんですけれども、えー、ヨーロッパの方でですね、この特にスイスとポルトガルがビットコインに対してフレンドリーなところはあるんですが、まあ、ここでもう一点注目したいのは、ポルトガルはですね、 日々の生活の中でビットコインで生活できるような環境っていうのがかなり整ってきていると。それはなぜかっていうと、ポルトガルではですね、ビットコインは通貨ではないと。なので通貨ではないものに対して課税はしませんよと。なので、まあ、自由に売買してくださいみたいな感じになってるんですけれども、まあ、それもあってですね、ビットコインの関連ビジネスをやってる人だったりとか、ビットコインで不合になった人、で、ビットコインを多く持ってる人っていうのは結構ポルトガルに移り住んでいて、 で、そこでの経済圏が成り立っているということで、すでに日々の生活の中でビットコインが使われていると。で、彼らがこの記事の中で言っているのは、そのポルトガルに関しては、まあビットコインが法定通貨化される可能性ももちろんあるんですけれども、まあそうなると税金がかかってしまう可能性もあるので、まああの、ある意味法定通貨化みたいな感じはもうすでにポルトガルの一部の地域ではなっているんですが、まあこういったような、まあ動きというか、 がどん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 ヨーロッパの方でも進んでいく可能性もあるし、まあ、今年に関してはホンジュラスがですね え、滑走通貨を、ビットコインを法定通貨化するんじゃないかっていうのもこの中の記事で言われていて、でもどんどんそのビットコインが生活で使えるような環境が整ってくれば来るほど、まあ人々がそこに集まると。で、人々がそこに集まると税収が増えると。税収が増えると国やもしくは地域が潤うみたいな感じで、やはりこういった取り組みっていうのは世界でも、まあなかなかそのやりたいんだけれども世間の見えが気になったりとか、 まあいろんな理由があってできないような状況にはあるんですが、今後やはりその資金を取り込まない、取り囲まないですね、理由はないということで、まあ、こういった動きが加速するんじゃないかというふうに言われています。はい。で、次のニュースなんですが、えー、アメリカのですね、ペンシルバニア州に、えっ、ー、と、ユニバーシューペンシルバニアっていう大学があって、そこの NBA、えー、のクラス、まあ、ビジネスの、あのー、学部がありまして、そこはですね、ワートンスクールというふうに言うんですけれども、ワートン、ウォートンで言うんですが、そこのですね、 あのデジタルまあブロックチェーンプログラムっていうのがブロックチェーンプログラムっていうのがあってそこの授業料を払うのにブロックチェーンの関連テクノロジーを使った通貨まあいわゆるそのクリプトですねで支払えるようになりますよというふうに前あの発表ニュースがあったと思うんですが今回改めてそういった資金をアクセプトしていますということがニュースになっていましたでこれ非常に面白い取り組みだなと思っていてさらにです彼らは まあ、この彼らだけではないんですけれども、すでにですね、ビットコインの寄付とかっていうのを、約日本円で5億円以上もらっていたりとか、結構そのデジタルカレンシーというふうに言われている分野で、まあ、大々的にはないにせよ、結構ですね、いろんな取り組みを積極的にやっていたりとか、もうすでに大学としてビットコインを受け取ったりとか、ウォレット持ってたりとかっていうのもするんですね。まあ、もうすでに売却をしてしまったようなんですけれども、こういったことがやっぱどんどんどん,どん進むことによって、特にやっぱ大学っていうのはアメリカの、 その研,究研究機関の中で結構重要な役割を果たしていていろんな会社との共同研究もやっていたりとか自分たちでベンチャーキャピタルとかあの、まあ、新しい企業を起業家を育てるようなプログラムを持っていたりもするのでこういったところからさらにですねブロックチェーンのテクノロジーへの投資っていうのが一気に加速しそうだなっていうのはなんとなく見ていて取れるかなと思っております。 はいで次なんですけれども、えー、ロシアがですね、まあ、あのマイニングを積極的にさらに、えー、国として、えーまあ、誘致というかあの支援していこうということがニュースとしてなっていましたで、まあ、これはどういうことかっていうと地域によってはですね今あの電力が余っている地域もあるんですねなのでそういったところに特化してどん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 マイニングのビジネスを、まあ、自分たちで作るもそうですし誘致をして積極的にロシア国内にビットコインのマイニング施設だったり企業団体を まあ作っってていいくようなことをやっていきたいとでまあその一つの大きな理由としてロシアはですねやっぱ脱,脱米ドルっていうのをしたいんですよね。でそうすることによってドルからの脱却をしてアメリカからの例えば制裁とかっていうのも受けづらくなったりとかそのビットコインの経済圏を広げていくことでドルに依存しないそのアメリカの、まあ、政治的な圧力に対して依存しないで今後の国の運営とかっていうのもできるようになるので、まあ、そういったところを積極的に やっていいいきたいとということなんで、すねでここで結構面白いなと思ったのが、プーチン大統領はこの政策をどん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 進めたいんですけれども、中央銀行はですね、これにとって対して、まあ、少し不満なんですよね。で、先日も中央銀行がビットコインに関しては、まあ、禁止したいみたいなことを言っていたんですけれども、その後直後にプーチン大統領はいや、ビットコインは非常に国にとって重要な役割を担うということを言って、まあ、ガラッと変わったんですけれども、まあ、この辺りが、 あの国にはまあちょっと一枚はないにではないにせよプーチン大統領から見るまあ国の運営という観点からのビットコインの重要性プラス金融システムを守るという観点からの中央銀行のまあ視点まあよりコンサバだと思うんですけれどもまあこの違いっていうのもおそらくあのロシアではこうなってますし他の国でも大体ですね同じような見解だと思うんですね。 まああのトーンが違うだけでなのでまあこういったところがあの今は現状としてある中でどういうふうにこの中央銀行のトーンが今後世界中で変わっていくのかっていうのも含めて、えー、見ていきたいと思いますし今後このロシアがマイニングをですねどん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 国に誘致していくことでまあそのビットコイン界隈のへのまあ影響ですかねこういったところもあのどういうふうになってくるかっていうのは注目して見ていきたいかなと思っておりますはいで次なんですがアメリカの証券取引委員会 SEC がですねバイナンスと関係性のある 取引所について今現在調査をしていますと。で、c オーの CZ がですね、ここ最近まで実質的支配者であったいくつかの取引所がありますと。で、これはシグマチェーンという、ここにありますけれども、ドイツ、スイスだとスイスにある取引所と、もう一個はメリットピークという会社、まあ取引所関連のビジネスがあるんですけれども、こういったところに調査が入っているというわけなんですが、こういったところは何をしていたかっていうと、バイナンスに対して、 で流動性の提供をして,て、ね、提供していたっていうのはそのビットコインのまあというかその取引所ビジネスに対してまあ必要不可欠なビジネスをしていてでかつその資金がどん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 やっぱりそういったところから流れてくるということも取引,取引のフローをそこから引っ張ってくるということでそこがやっぱりマネーロンダリングとかにまあ深く関わっていたりもするんじゃないかとかまあ何かしらその違法なことをしていたんじゃないかっていうのをまあ今 暴くよううなことととをどんどんんやろうとしているとで結構本当にバイナンスについては一応僕もの使っているというかまあ講座を持っているんですけれども結構その包囲網が次から次へと来てですね世界中で本当に大丈夫かなっていうのはちょっと最近思うようにな,なっていますというか、まあ、最終的には大丈夫だと思うんですけども、まあ、なんかその自分たちで積極的にあのーまあ、結構何て言うんですかねあのー 事情作用を伴ってクリーンにしとい,いうのはあるにせよまあそっとアメリカの方としては過去にやっていた経緯っていうのを絶対見逃さないみたいな感じになっていてまあどっかのタイミングで何か大きなニュースになったり、まあ、する可能性もなきにしもあらずなんじゃないかなとは思ってはおります。で、まあ、皆さんもしあのバイナンス使っているようであれば、まあ、他の取引所とかもあの開いておいた方がリスク的にはあのまあ リスクのまあ対策ととしててはいいいんじゃないかなか思っています、まあ、どこを開くかっていうのは人それぞれよると思うんですが、バイナンスだけっていうよりも、まあ、どっかは別に持っていた方がいいんじゃないかなと思っています。はい。で、続いてなんですけれども、えマスターカードがですね、クリプトに対して、まあ、プラス NFT も含めてですね、コンサルの事業をやっていくと。で、さらには CBDC をですね、今後手掛けていく国々だったりとかに対してのサポート業務も行っていくということを発表していました。で、これはですね、非常に あのまあ、大きな発言というかあの動きだなと思っていて、まあ、CBDC をやるイコール、まあ、その国の金融システムを司るところを、まあ、担うというところでもあるので、まあ、これが実現できるようであれば、まあ、非常に大きなビジネスの獲得につながるんじゃないかなと思うので。 今後このマスターカードが実際にそこに対してどれぐらい関わっていけるのか、プラスここで培った例えばアメリカだったりカナダとかそういった北米まあ中心にまずやると思うんですけれどもそういったところであの培ったテクノロジーだったりまあ知識っていうのをですねどういうふうに世界中のブロックチェーンのえーまあ汎用性っていうところにつなげていくのかっていう非常に興味深い内容かなと思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日も引き続き続ですね、まあ、あのビットコインにに、関しては基本的に ビットコイン仮想通貨に関してはあの基本的にそんなに悪いニュースっていうのは常にあの出てきているわけじゃないんですけれどもやっぱり業界の発展性は常にあの日々感じている中でそれとはまた裏腹にというか別に、えー、金融マーケットを見てみると、まあ、価格っていうのは乱高下しているわけなんですが、まあ、あの短期で見るか長期で見るかっていう観点であの日々のニュースっていうのも 見てていいいただけるとといいのかなと思っておりますす、まあ、結構ですねここ最近ずっとマーケットがあのー、弱含んでいたということもあってあんまりですねその内容動画の内容だったりとかマーケット見なくなっちゃったよっていう人も、まあ、多くいるかと思うんですけれどもやっぱりですねビットコイン仮想通貨については今後本当に重要なアセットクラスにあの資産運用していく上でなってくると思うので、まあ、常にやっぱりその情報収集だったりとか また、あ、実際に取引しなかったとしてもマーケットはちょこ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 あの毎日見る必要はないと思うんですけども、まあ、やっぱり数日に1回とかあの、まあ、好きな方は毎日見てもいいと思うんですが、まあ、ちゃんと情報収集をしていくといいんじゃないかなと思っています特に今後は株式マーケットと比較してもそんなにボラティティが変わらないっていうようなマーケットに、まあ、なってくると思うんですねそのうちなのでまあそういった観点からもやっぱりその仮想通貨や株っていうふうに言われるようなリスクアセットを まあ、総合的に理解する上でまあ、日々の情報収集というのは非常に重要なんじゃないかなと思いますしまあ、どういうふうに結びつけて見ていくかっていうのも結構その時期によっても変わったりもするのでしっかりと日々アップデートしていただけると嬉しいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら